はい、こんにちは、ミカスです。ですね、まあ、今日またちょっとアウトドア、キャンプ、バーベキューのお話になるんですが、ですね、アウトドアでご飯を炊く、まあ、いろんな方法があると思うんですよね。以前紹介した、不思議な飯袋だったりとか、あと、まあ、ストームクッカーでもご飯は炊けるんですよね。ただ、もうね、ご飯はね、あんまりそう見てたくない、めんどくさいんですよね。で、いろいろ考えたんですよ。なんかいいものないかな、外でご飯炊くのにいいものないかなと思ったら、普通にあるんですよね。はい。で、今日紹介するのはね、こちらです。コールマン。コールマンですね。王者コールマン。アウトドアと言ったらコールマンっていうの、まあ誰でも知ってるんじゃないでしょうか。アルミ製ライスクッカー。こちらを紹介したいと思います。では早速ね、中の方をちょっと見てみましょう。よいしょ。もうね、アマゾンのね、アマゾンなんですけど、段ボールはちょっと開けちゃいました。よいしょ。で、中に入ってるのが、もうね、早速もうね、アウトドアグッズってね、こういちいち、よいしょ、こんにちは、いちいちこういうね、入れ物がついてきて嬉しいですね。はい。では、よいしょ、まあ、こういうね、持ち運び用の巾着というか入れ物がついてます。よいしょよいしょ。おー、なるほどね。あ、なるほどね。はい。で、中に入っているのが、はい、こんな感じで、これが本体の釜になるんですけど、ちょっと袋入ってるな。はい。おそらく内蓋。はい。で、上の蓋が、計量カップ。お、ザルが入ってました。あ、米研げるんだ。はい。そして本体の釜というか、アルミ製のやつですね。はい。それでですね、大きさがですね、ちょっと比べるものがね、チャッカマン、チャッカマンと比べたこんな感じの大きさです。意外とね、コンパクトです。はい。で、そのこの本体の釜の方なんですけど、電子ジャーの中の内釜のように、1号、2号、3号っていう、メモリがついてますね。まあ、お水を入れる量ですよね。ということはこれ3号炊きなのかな。すいません、あんまりちょっと調べてなくて。はい。で、取っ手がついてて、こんな感じですね。もうほんとね、一人暮らしの人の電子ジャーの内釜みたいな、なんかそんな大きさなんじゃないでしょうか。はい。で、このね、ザルなんですけど、大きさ的にやっぱりこう中に入るものなんで、ちょっとここで水に浸しながらお米が溶けるかなと。で、溶いてザーンみたいなね、そんな感じです。内蓋があるんですね。内蓋、多分こういう感じなんじゃないかと。で、これが外蓋ですよね。内蓋 C の、外蓋 C ので、火にかけのみたいな感じですかね。ソロキャンプでもこれ持ってけば、例えば2合炊いて、昼、夜、朝もう3回分2合あれば、まあちょっと多いぐらいかな、なんじゃないでしょうか。はい。ね、では、ちょっとね、次回、実際にこのライスクッカーを使ってご飯がどういう風に炊けるのか、どういう風に炊けばいいのかっていう動画をちょっと作ってみたいと思います。はい。では今日紹介しましたのは、コールマンの、アルミ製ライスクッカーの紹介でした。以上です。じゃあね。